3月18日篠山子ども狂言の早春発表会が篠山市日置の磯宮八幡神社の舞堂で開かれました。指導は篠山市在住の大蔵流狂言方山口光道さんです。今回参加したのは市内の幼稚園児から小学生までの17人。6ヶ月の稽古を重ねてきました。この日8つの演目が披露されました。6年生が演じたブスは25分間の長丁場。主人が大切にしているブスといわれる砂糖を全部食べてしまい、とんちの効いた言い訳をするところが見どころです。気をつけて万のせい。うもうてたまらん。なんじゃ、うもうてたまらん。なかなかしてブスはなんじゃ。砂糖じゃ。料理して仲よう食べよう。大事のお留守でござるによって眠ってはなるまいと存じ、次郎冠者と相撲を取ってござれば。大天国までも一割寄った。神殿を前にして堂々と舞台に臨んだ子供たちは多くの人に深い感動を与えてくれました。これからもさらに稽古を積み一段と成長した子ども狂言が披露されることを期待しています。